皆さんこんにちは、キーの小雪です。今回はハスキーとアラスカンマラミュートの違いについて説明していこうと思います。まずハスキーなんですが、ハスキーの体高が約50センチから60センチほどで、アラスカンマラミュートの体高が約60センチから70センチほどで、体重がハスキーが15から27キロくらいで、アラスカンマラミュートの体重が30キロ前後ですね。そして見た目の違いについてなんですが、ハスキーが耳が高い位置にあって耳が近い特徴があるんですが、アラスカンマラミュートは耳が離れていて、ハスキーよりも低い位置に耳があるのが特徴的です。耳だけではなく大きさもかなり違って、先ほど言った体高ですね。ハスキーの方が少しちっちゃめで、アラスカンマラミュートがハスキーよりも一回り大きいらしいです。ハスキーもアラスカンマラミュートも似てるんですが、よくよく見てみると違う部分が結構あるんですね。で、共通点が寒い国でソリ犬として活躍したということです。性格も違って、シベリアンハスキーが人懐っこくて社交性があって、他のワンちゃんとも結構仲良くするんですけど、アラスカンマラミュートは飼い主に対してすごく従順で、飼い主を守ろうと思って他のワンちゃんと喧嘩したりすることがよくあるそうなんです。はい、結構短くなってしまったんですが、ハスキーとアラスカンマラミュートの似てるところもたくさんあるし、違ってるところも結構あるので、もしハスキーとかアラスカンマラミュートとか見かけたよって人がいたら、よく観察してみてください。そして一番大切なのが、ワンちゃんを一人にしないというか、餌をちゃんとあげたり、お散歩にも連れて行ってあげたり、住みやすい環境を作ってあげて一緒に暮らすってことですね。はい、生き物を大切にしよう。それじゃあ、バイバイ。